本田真ンさんはジュニアからシニアにランクを上げてすぐの国際大会で優勝するほどの実力者です。またバラエティや CM にも出ている本田紗ラさんと本田三姉妹としても有名で現在は SNS でも人気を博しています。最近では宇野昌磨選手との熱愛を公にしていることでも話題を呼んでいます。今回は、 そんな本田マリンさんの整形の噂や熱愛情報について見ていきたいと思います。近年フィギュアスケーターの本田マリンさんは一段と大人っぽく成長し美しくなっていますがその変化と同時に整形の噂が出ています。特に2016年の世界ジュニア選手権前後の画像において鼻の形状に関して不自然さを感じる人が続出しているようです。また 本田真ンさんは大の韓国好きでありファッションやメイクにも韓流を取り入れていることから韓国で整形手術を受けたのではないかとの噂も広がっていましたしかし現在までに整形の事実を立証する情報はなく大人になるにつれて多少のメイクなどでの変化の可能であるため整形の可能性はそこまで高くないようですそれに加えて ままだまだ子どもの頃から活躍していますので自然な変化も十分考えられる年齢ですまた女優として子役から活躍中の本田美優さんサラさんたちの姉でありフィギュアスケートと芸能界で活躍する本田真ンさんですが大人になるにつれてますます可愛く美しくなったと注目を集めています本田真ンさんは練習嫌いなのは有名な話ですが 元コーチの田田美恵ささんんは、本田マリンさんを素直で誠実なことを表しているようです。しかし2016年のジュニア世界選手権で優勝し2017年には準優勝を果たしている実力者ですが近年は思うような成績を残せていないことも事実ですそして本田マリンさんがメディアで注目される理由として期待されている存在であることや フィギュアスケート界のアイドルとして存在意義があることも関係しているようです。また、芸能事務所に所属していることもあり、他の上位選手よりもメディアでの露出が多いという側面もあるかもしれません。結果を残せないことから、彼女に対して過大評価されているという批判もあるかもしれませんが、彼女がフィギュアスケート界を盛り上げる存在であることは間違いありません。ですので、本田マリンさんのことが、嫌い。 だという人もいるようですが、おそらく嫉妬や妬みによるものが多そうです。そしてここからは本田マリンさんの熱愛情報について見ていきます。本田マリン選手ですが、実は2名の男性と噂になったことがありました。その1人が同じくフィギュアスケート選手の田中圭司選手でした。その噂の発端となったのが。 以前カナダで行われていた ISU グランプリシリーズのカナダ大会の期間中に起きてしまった交通事故でした急減速した前方の車両に本田選手や田中選手関係者が乗ったタクシーが衝突し後方の車両の追突も受け重傷ではなかったものの負傷してしまう事故に遭っていましたその後本田リン選手はすぐに救急車で病院に運ばれレントゲンを取り 右足の打撲とおでこを痛めただけの軽傷だったので試合の出場には問題なかったようです本田マリン選手も田中圭二選手も大事には至らなかったようで一安心かと思いきやネットではなぜこの2人が一緒のタクシーに乗っていたかということが話題となりましたそして実は一部の関係者の中では一緒にタクシーに乗っていたということは2人は交際しているのではないかと疑いを持ち始めたそうです しかしそれだけの証拠だけでは付き合っているという証拠とは言えず本田麻ン選手も田中啓二選手も偶然同じ時間に移動することが結構あるので日本の選手団として同じタクシーに乗ることは全然不思議ではないそうです。また2人だけで移動していたのではなく日本スケート連盟の方やコーチも同行していたそうなので。 本田マリン選手と田中圭司選手が交際していないという方が濃厚なのかもしれませんそして2人目も同じフィギュアスケート選手の宇野昌磨選手これに関しては2022年1月1日に宇野昌磨さんと本田マリンさんの熱愛が報道されましたフィギュアスケート界のビッグカップル熱愛報道にお祝いコメントも多かったようです 二人は2014年に開催されたアジアンオープントロフィーという国際試合で出会ったようです。その試合が終わった後に焼肉へ行き、本田マリンさんが、彼氏が欲しいとコメントして、そこでなんと宇野昌磨さんが立候補されたと言われています。また、彼氏として立候補をした焼肉パーティーにはそれぞれの母親も出席していたとされており、そこから連絡先を交換して、 2018年頃から交際がスタートしたようですまた本田マリンさんと宇野昌磨さんのご家族も交際を認めていると報道されています。その他にも匂おわせと思われる言動もいくつかありましたのでご紹介します。まず1つ目がお揃いのグッズの多さ2人のお揃いグッズが多いようでストラップ食器スマホケースのステッカーパーカーなどがお揃いであることが確認されています。 また、ある日弟のいつきさんが投稿した食器と、本田マリンさんが投稿した食器が同じということや、画像に映っているテーブルの柄も同じに見えることもあり、宇野昌磨さんのお家でデートかお泊まりをした可能性もあります。二つ目は、ツーショットのポーズが一緒。ポーズも一緒の写真が多く仲良しなのが分かり、二人はコスプレ画像もとても多く投稿されています。 もちろん他の方も一緒に写っているのですが、二人のなりきりポーズが息ぴったりだと言われています。アイスショーでは、本田マリンさんのプレゼント運びを手伝う二人のやりとりがじゃれ合うカップルのようにも見えます。これに関しては、先入観ありきのこじつけのようにも取れますが、仲が良いことは確実ですね。三つ目は、スイス合宿での匂わせ。その時に出た記事には、 本田凛さんと外国の女性が写っている写真でしたがその時に羽織っている上着が宇野昌磨さんの服を着ていたといいますまたその写真は宇野昌磨さんが撮ったといわれていますそれまで複数の報道によって交際が報じられていましたが公式には発表されていませんでしたしかし2022年9月18日には2人の所属事務所がよいお付き合いをさせていただいております 温かく見守っていただけますと嬉しいです」と交際を認める発表を行いファンの間で話題となりましたそしてお二人の名前で検索をすると予測変換に「性欲」「やりすぎ」といったワードが出てきますしかし調べても信憑性の高そうな情報はありませんでしたのでデマの可能性が高そうですまた こういったデマの情報や誹謗中傷により悩んでいた時期もあったと発言していましたそんな本田マリンさんはフィギュアスケート引退の時期を大学生卒業するまでには引退することを考えているとコメントしています今は明治大学に通う学生でもありますので2024年に大学卒業した後宇野昌磨さんと結婚するのではとも噂されていますいかがでしたでしょうか あなたの感想やご意見をぜひコメント欄に書いて教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。楽しんでいただけましたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。次回の動画も楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。